はい、実はすごい楽しみな、5月とどこかの月が限定で販売されていると言われている、餃子になります。はい、こちらですね、858円ですね、購入しました。はい、1キロ入ってます。で、こちらから出てる、もっとちっちゃいミニ餃子みたいなのをいつも買って美味しいんで食べていたんですけれど、この大きなものはですね、期間限定で、販売されると。なので5月に発売されているので、もし5月で見つけたらですね、買ってみるのはいいんじゃないかなと思います。逆に6月ではないかもしれないです、これと出会ったらラッキーというふうになんか書かれているのもあったので、もしよかったら試してみてもいいんじゃないかなと思います。ただですね、多分ここの餃子美味しいんですよ。ちっちゃいミニ餃子めちゃくちゃ美味しくて、なんで、それと同じなんであれば、めちゃくちゃ美味しいなと思いますね。はい、ヘルシーな豆腐と野菜と言って、はい、あとは、バランスよく入った、お肉と野菜ということで、まあ、かなり美味しいと思いますね、これは。きれいに、で、ここにどんな料理でもバッチリ合いますって書いてあるんですけど、これまさに本当に多分どんな料理でも合うと思います。鍋はね、ちょっと時期が違うんで、ちょっとなんとも言えないんですけど、普通に餃子として食べても美味しいですし、水餃子にしても美味しいですし、なので、これ、もし見かけたら、餃子が好きだったらですね、買ってみるの、すごいおすすめしますね。はい。ちょっとまだ食べてないんですけど、僕はこのミニ餃子食べてるんで、美味しいっていうのは、はい、感じます。はい。一応ですね、中身もちょっとご紹介しようかなと思って、ちょっと開けてみました。香りはですね、めちゃくちゃいい香りします。本当に。多分これ普通にやったらめっちゃ美味しいはずですね。こんな感じですからね。これで1キロ入ってますね。ちょっと何個入ってるかな。結構、そこそここれ大きさは大きいですよね。このぐらいなんで。はい。普通の餃子よりもかなり大きいんじゃないかなと思います。はい。なのでぜひちょっと、気になる方はですね、買ってみたらいいんじゃないかなと思います。一応冷凍なので、賞味期限が2022年の4月の6日となってます。はい。なので、もし気になった方がいたら、購入してみてください。はい。次はですね、実は5月というか、ここ最近の中で僕が一番感動したんじゃないかなっていうふうに思う、このマンゴーチャンプです。まあ、一番っていうのはちょっとなんとも言えないんですけど、ただランキング、5月のランキング 100% 入ってきますね、これ。めっちゃうまいです。これですね、ここに書いてあるんですけど、約20玉分のアップルマンゴーを使用しているということで、これ冷凍の果物ですよね。果物なんですよ。1.5 キロ入ってます。はい、で、もうこれ何がすごいかって、本当美味しいんですよね。もうすでに食べてるんですけど、これは一回試食食べて、結構試食って雰囲気もあるんで、なんか美味しいなとかっていうことってあると思うんですよね。で、まあ僕も結構美味しいなと思って買ってくることもあるんで、これ、たまたま試食してたんですよね。で、1切れか2切れぐらい食べたんですけど、あ、美味しいみたいな。で、以前ですね、この普通のマンゴーありますよね、売ってますね、コストコで。何種類か。で、それを、1箱買ってきたんですけど、2、3個かな、多分ちょっと腐らせて食べられなかったんですよ。1000いくらかだったと思うんですけど、2000円だと思う。はい。なんですけど、これって1000円以内なんですよね。で、1.5 キロ入ってますね。で、僕はミックスベリーとかも結構ジュース、作るときに、食べたりするんで、分かるんですけど、まあ、冷凍系は特にこの果物系は、まあ、美味しいは美味しいですよね。ただやっぱり凍ってる分ちょっと甘さが、ちょっと控えめだったりとか、この果物の味みたいなのが若干ちょっと薄い形で、入ってくるので、僕はいつもバイタミックスとかでジュース作ったりしてますけど、これはもうこれ単体食べてもめちゃくちゃうまいですよ。なので甘すっごい甘いですよね。どれ、ちょっと開けてあるんでこんな形になってます、ね、これが 1.5 キロです。で、すでにこの開けた瞬間にもうこのアップルマンゴーの香りがするんですよ。なのでこれ最高に美味しいです。結構ヨーグルトに入れたりとか、あとパンケーキにって書かれてるんですけど、僕は普通にこのまま食べてます。で、これも香りがすっごい、もうマンゴーの香りがすっごいするんですよ。で、これ食べるとですね、めちゃくちゃ甘くて美味しいんですよ。このまま食べると。うん。これはちょっと本当にびっくりですね。だから、本当になんか生のマンゴーを食べたいっていう方は、
やっぱ普通の売られてるマンゴーか売ってるのは全然あると思うんですけど、僕は結構仕事中にちょっとおやつ代わりに結構果物とかも食べたりするんで、もうちょっとお腹が空いたなと思ったらこのマンゴーを食べるっていうのはもう全然あるよなと思いますね。ベリーミックスはですね、やっぱりブルーベリーが溶けてくると、ちょっと紫色のやっぱ液体みたいなのが溜まったりとか、見た目がちょっと若干汚れちゃったりするので、仕事中にちょっとなんか食べようかなとかっていうような感じよりはやっぱりジュースに使ったりとか、なんかこう、生クリームの上に乗ってみたりとか、パンケーキのところにつけてみたりとかっていう感じで食べると思うんですけど、この冷凍マンゴーはもうこのまま多分食べれる、食べれるので、お子さんだったりとかのおやつだったりとかも当然いいかもしれませんし、普通に朝の朝食の、パンと一緒にこのマンゴーを食べるとかっていうのもすごいおすすめです。今回は初めて買ったスンドゥブチゲです。はい。こちらですね、6食入りですね。こちらですね、6食入り。はい。で、金額がですね、888円で購入しました。はい。こちらですね、ここに、もう一度すでにもう食べました。はい。味を見て、どんな味かなというので、美味しかったので、紹介することにしました。はい。こちらはですね、辛さを抑えた濃厚アサリ菓子ということで、結構魚介系の味が、してましたね。ただ、書いてあるように辛さは、ほとんど感じませんでした。僕がちょっと辛いのが好きだっていうのがあるので、もしかしたら、普通の方だと、少し辛いというふうに思うかもしれませんが、ほとんど僕は辛さを感じませんでした。で、食べた時に、結構魚介系の味がしっかりとしていたので、魚介系が苦手だなという方は、ちょっとあまりお勧めできません。一応ですね、ここに後ろに書いてあるんですけど、スンドゥブチゲは、魚介の旨味をたっぷりピリ辛スープで、豆腐を日本で食べると、大人にも大人気ヘルシーという形で書いてあるんですが、まさにこの通りですね。本当に魚介系の味がすごいしっかりしました。なので、結構こう気軽に食べれるので、すごい、夕ご飯の一品だったりとか、あとはランチの、メインだったりとかっていうのでいけるのかなと思いますね。で、僕思ったのはですね、これ中がこんな感じになっていて、いくらしてみますが、はい、レトルトになってます。こういう形でね、はい。で、意外にこれ僕の手で表現すると分かりやすいんですけど、意外に少ないです。スープの量はですね、150g ということで、少し少なめですね。豆腐を、1.5 升ぐらい入れると、水分も出て、ちょうど、例えば一人でたくさん食べたい方は、そこそこ満足ができるような買い物かなと。ただ、これだけではちょっと足りないので、他にもう一品ぐらい何か、食べるものを、用意すると多分ちょうど、いいのかなと。で、2人で食べる、たくさん食べたいっていう人はもしかしたらこう2つぐらい必要かもしれないです。スンドゥブチゲはですね、僕チゲ好きなんですけど、スンドゥブ好きなんですけど、すごく美味しかったですね。はい。で、一応僕はですね、このアスパラガスと、お豆腐と、あとはこの冷凍してるキノコを、適当に、食べたい量ぐらい、入れて、鍋で、煮る形で、食べました。はい。僕はですね、多分これ一つで十分でした。多分というか十分でした。で、ご飯とかももしあれば、少しご飯入れてもいいのかなと思うんですけど、ちょっと水分が足りないので、ご飯はご飯で、スンドゥブチゲはスンドゥブチゲで、食べて、スープつけながらご飯食べるっていう形がベースなのかなと思います。今度ですね、時間があるときに、料理してる、ところとかですね、どのぐらいの量ができるのかっていうのは、お見せしたいなと思いますので、また、お楽しみにしててください。一応レトルトパック、もうこれすでに一つ食べちゃったので、はい、一つ食べちゃったので、今5個しかないんですけど、こんな形で、はい、なってます。これで888円、6個入って、
っていうのは結構お得だなっていうふうに思ったので、まあ、ちょっとこれなくなってからになりますけど、ちょっとずつ食べていってもいいのかなと思います。あとですね、まあ、僕がいいなと思ったのはやっぱりその好きな量になっているっていう細切れになっているっていうところもやっぱりいいなと思いますね。まあ、最近コロナはまだ収束してなくて、まあ、むしろ拡大している地域もあって、なかなかスーパーに行くのもまとめ買いとかって結構良くなってくると思うんですが、まあ、僕は今スーパーに、1週間に1回、まあ、コストコとスーパーで1週間に1回ぐらい行ってるんですけど、やっぱりご飯のバリエーションが、かなり自分で作ってると少なくなるなと思います。なので、こういう風なスンドゥブだったりとかのレトルトで、しかもこの常温で置ける、ものだったりとかですね、まあ、こういう風に自分でカットしたアスパラガスだったり、キノコを入れたりとかっていうので、まあ、結構自由に組み合わせで、まあ、新鮮さも、かなり出てくるのでかなり気に入ってます、はい、なので、まあ、ちょうどこの時期っていうのも、なかなかいいのかなと思います。で、まあ、魚介系が、あまり、お好みじゃない人は、ちょっと厳しいかもしれないですけど、好きな方はですね、まあ、お子さんも、そんなに辛くないので、多分食べれるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、それ味が好き嫌いっていうのがあると思うと、あとあれですね、コストコのキムチを入れても美味しかったですね。まあ、ちょっとキムチが買ってしまう場合があるんで、量はちょっとコントロールしなきゃいけないんですけど、キムチもそういえば入れました。なので、豆腐と、キムチと、あとは、このアスパラガスと、キノコ、あと最後に、卵という形になります。はい、すごい美味しかったです。これはおすすめですね。はい、次はですね、この韓国味付けのリフレークというのを、購入しました。こちらですね、実はもうすでに何回か買ってるんですけれども、なかなかですね、ご紹介する機会がなく、今に至ります。で、これはですね、まあ、多分もう買ったことある人も結構多いと思うので、有名なものなんで、あるんですけれど、3袋入っていますね。で、金額が、1498円という感じで、ちょっとお得じゃないかっていうのはちょっとなんとも言えないんですけど、相当使い勝手がいいのリフレークなので、僕はすごい好きで、食べてます、買ってます。はい、で、1号は既に開けてるやつがあるので、こちらの方で紹介したんですけれども、はい、まあ、これが1袋ですね。なのでこの中に、このちっちゃい袋が、3袋入ってると。なので、もともとこれ全部大きいものに全部まとめて入っちゃってですね、しけっちゃったりとかするので、なかなか食べづらいし使いづらいんですけど、僕は、買った後は、まあ、これなくなったらですね、開けて、1袋だけ出して、それをキッチンの方に置いてます。で、残りのものはですね、ストックヤードの方に入れて保管して、なくなったら入れ替えるという形で食べてます。で、まあ、これも紹介するほどでもないのかもしれないんですけど、一応購入しているので、紹介して、あとおすすめの、ね、紹介したいなと思います。で、これはですね、まあ、もう本当に何でも合いますよね。僕はですね、このもずくだったり、この前紹介した雑炊、最終、この割を入れるとかっていうのも、食べて美味しいですし、まあ、納豆に入れても美味しいですし、ちょっとまだ試していないんですけど、多分このスムドゥブとかでも味的にはかなり相性いいのかなというふうに思ったりするので、まあ、これ一回あればご飯をそのままかけて食べるっていうのもできますし、まあ、この裏側にレシピを載っているんですけど、はい、結構いろいろと使えますよね。まあ、まあ、あればパッとすごく使い勝手がいいので、まあ、たくさん食べるものでもないですので、なかなかなくなりませんが、すごく重宝しています。はい、これをおすすめですね。一応もしかしたら見たことがない方、まあ、写真も載ってるんですけどね、こんな形で、はい、一応ですね、中が見えますかね、こんな感じですかね。はい、たっぷり入ってます。まあ、このスープも食べちゃってるので、少し少なめかもしれませんけど、こんな感じですね。はい、こんな形で、すごい細かく、刻まれてます。はい、なのでだからこそ、まあ、使いやすいっていうのもあると思うんですね。一つ一つがすごく細かいです。なので、やっぱ混ぜたりとか上に振りかけたりとか、そういう風な形で使うのが、すごくいいんじゃないかなと思います。まあ、これはすごく、まあ、あまり塩分も強くないので、こそこうかけても美味しいなと思うんですよね。はい、やっぱりその書いてある通りサクサク感がかなりあります。音も
そうそう、行きます。なので、まあ、すごく、いいんじゃないかなと思いますね。はい。買うときはね、1400円台なので、一瞬高いなっていうふうにちょっと思っちゃうんですけど、まあ、これは3個入っていて、まあ、1ヶ月ではなかなか、まあ、なくなれるような、ちょっと僕一人暮らしなんで、1ヶ月以上ってこれ、まあ、当然なくならないんですけど、まあ、結構、なんか持つので、置いておくっていう、まあ、買って、使って、ちょっとずつ食べていくっていうのが、ちょうどいいのかなと思います。はい、贅沢アワビオイスターソースですね、購入しました、金額がですね、これは998円ですね、はい、で、たまたま試食をやっていたので、ちょっと食べたんですけど、試食の時にはですね、キャベツにこのオイスターソースを、かけて配ってました。で、美味しかったですね。普通になんかアワビの味がすごいしました。で、結構これなんかたまに入ってくる商品なんですけど、そんなに頻度が高くないようですね。はい、で、結構店員さんに聞いたらですね、何でも合うということでした。まあ、普通のオイスターソースに、まあ、アワビ味になってる、アワビ風味になってるっていうものだと思いますね。なので、焼きそばに、入れたりとか、そういう炒め物の中に入れたりとか、結構いろいろなシーンで使えそうだなっていうふうに思ったので、購入しました。これは2本入ってます、ね、はい。で、賞味期限もですね、2022年の4月20日ということなので、かなり持ちますよね。ちょうど僕、オイスターソースがもうなくなりかけてたので、ちょうどいいなと思ったので、一応開けるとですね、はい、こんな形のものが2本入っていると、はい。どうですかね、このランタンと同じぐらいの大きさなので、結構大きいですかね。はい。なので、まあ、ちょっとなんか、デザインもちょっと上品ですよね。アワビとあとカキですね、その辺のエキスが結構入ってるみたいです。ただ、まあ、オイスターソースなので、そこまでなんかその思いっきりその魚介っぽい感じではこっちはないですね。どちらかというとオイスターソースのベースに、少し魚介風味が乗っかってるっていうような感じだと思います。はい、一応1本が 350g のこの差になっています。ここに書いてあるレシピの件や、チャーハン、野菜炒めと、まあ、様々なものの炒め物に美味しく作れますと。あと僕が好きなわかめスープも、一さじ入れたら、まあ、すごい深い風味で美味しいです。はい、なのでちょっとこれは早速わかめスープ、まあ卵スープなんですけど、僕が作ってるのはわかめたくさん入れてるので、こちらにちょっと軽く入れてみて、食べてみたいなと思いますね。はい、次はですね、有機栽培のベビーほうれん草になります。はい、こちら初めて購入しました。はい、僕ですね、ほうれん草すごい好きなんですよ。スーパーに行って大体、毎週ですかね、毎週一応買ってきて、いつもカットして冷凍保存して、まあ、洗ってから冷凍保存して、パスタだったりとかいろんなものを使うんですけど、まあ、これはちょっとベビーほうれん草というで、ちょっといつも僕が買ってるほうれん草ちょっと違うかもしれませんが、試しに買ってみました。468円で購入しました。はい、そうですね、多分これも普通のほうれん草だと思うので、まあ、洗って、生食、加熱料理どちらでもいけるということですね。はい、そうですね、両方生そのまま食べれるみたいですね。なので、ちょっとサラダとしても食べてみたいなと思いますけど、僕結構炒め物とか、パスタにいつもほうれん草を使っているので、僕は洗ってから、冷蔵庫の配送みたいにして、使いたい時に使っていこうかなと思います。はい。はい、早速洗ってきました。まずですね、このベビーほうれん草は、多分もう買った方も、買ったことがある方もいるかもしれない。僕は初めてなんですけど、こんな形のですね、ちょっとなんか葉っぱっぽいですよね、なんかね。ほうれん草って言ったらもっと大きな、ものですけど、これはベビーほうれん草っていうだけに、まあ、ちっちゃい葉っぱみたいなのがたくさんこんな感じ詰まってます。はい、で鉄分たっぷりってことで、すごく体にいいなと思って思いますね。はい、で僕はちょっと洗ってきました。これ生で食べる。あ、ほとんど味がしないですね。なんで、あ、でも、あー、そんなことない。
あのほうれん草臭さっていうのはあんまないですね。なのであの結構これは誰でも食べれるのかなと思います。なので結構鉄分たっぷり入ってるってことなんで、あの体にいいですし、うんうん、これ結構なんかサラダの中に少し入れるとか、うん、火を通したらもう少しなんか香りとか味が出てくるのかもしれないですけど、生で食べる分にはすごい食べやすいサラダですね。うん、